オドラ川流域図、バルタ川は、右支流バルタ川は、ポーランドの中部から西部にかけて流れる河川で、オドラ川最大の支流である。合流点までは、オドラ川本流よりも長い。ドイツ語では、バルテ川と呼ばれる。ポズナンやゴジュフ・ビエル・コポルスキなど、ポーランド西部の主要都市を流れる。長さは、約 808km、流域面積は54,529。 平方キロメートルに及ぶ。ビスワ川、オドラ川に次ぐポーランド第三の大河。シロンスク県中部のザビエルチェ付近に発し、シロンスク県とウッチ県の県境を西へ流れた後に、ウッチ県西部を北へ流れ、ビエルコポルスカ県に入り西へと向きを変え、定地を何度か北へ蛇行しながら、ルブシュ県を経て、コストシンなどオドローンで、西からオドラ川に合流する。流域は、 最終表記には北欧を覆う氷床の縁となった地域であり、氷床の変縁に沿って川が流れた跡がウーアシュトロームタールという大きな渓谷状の地形となり、氷床の大きさが変わるたびに東西方向に大きなウーアシュトロームタールが残った。支流の手地川はそのうち一番北にあるウーアシュトロームタールに沿って西へと走っている。その他氷河が残した地形にはモレーンや 無数の湖がある。主な支流には、右岸側には、野手地川、左岸側には、プロスナ川、オブラ川がある。また、ポズナンの上流付近から、オドラ川中流へ結ぶ運河があるほか、野手地川上流のブイドゴシチュ運河でビスは川下流の大都市、ブイドゴシチュと結ばれており、オドラ川水系とビスは川水系を結ぶ、内陸水運の重要な路線の役割を果たす。流域の 主な都市には、上流のシロンスク県では、ザビエルチェやシレジアの鉄鋼都市チェンストホバ、ウッチ県のシェラツ、ビエルコポルスカ県のウ、コニン、シレーム、ケントポズナン、ルブシュ県のスクフィエジナ、ケントコジュフビエルコポルスキ、コストシンなどオドロンなど。ポズナンを流れるバルタ川、コストシン付近のバルタ川中世前期には流域に、多くのスラブ系部族が住み、 その中からポズナンを首都にピアストアサが勃興し、ポーランド公国を名乗り、中央から東欧にかけて大国を築き上げた。1025年にはポーランド王国となり、直後に首都もクラクフに移ったが、ことポズナンや大使教座の町グニエズノのあるバルタ川、流域はポーランド洋蘭の地といえる。ポズナンのあるビエルコ・ポルスカ県の名は大ポーランドを意味する。 この一帯の歴史的地名にちなむ、中世にはドイツ人の東方植民が進み、下流はブランデンブルク選定校の領土となり、ポズナンなどの都市をはじめ農村地帯にもドイツ人が浸透した。この時期もバルタ川流域はドイツ人の国に対するポーランドの西の国境地帯であったが1793年に第二次ポーランド分割が行われるとバルタ川流域は プロイセン王国の南プロイセンとなった。1807年、ナポレオン戦争でプロイセンが敗れるとワルシャワ公国の領土となったが、1815年のウィーン会議後はポズナン大公国としてサイドプロイセンの支配下に入り、1848年にはプロイセンに並行され、ポーゼン州となった。第一次世界大戦後にポーランドが独立すると、 ポーランド領のポズナン県やウッチ県などになったが、1939年のポーランド侵攻以後は、ナチスドイツに並行され、ポーゼン帝国大管区、ついでバルテ川の名にちなむ、バルテラント帝国大管区が置かれ、この地のポーランド人住民の相当数が、ポーランド総督府への強制移住や強制労働で離散させられた。第二次世界大戦後には、バルタ川流域は、 ポーランド領に戻り、下流域の長年グランデンブルクに属していた地域も、新たにポーランド領となり、当地に住んでいたドイツ人は、オーデルナイセセンの西へと追放された。ありがとうございます。